FC カルタヘナは、スペインブルシア州カルタヘナに、本拠地を置く、プロサッカークラブチーム。2020から21シーズンは、リーガエスパニョーラのセグンダ・ディビシオンに所属している。カルタヘナ市最大のクラブである、カルタヘナ FC が深刻な財政難に陥ったため、1995年7月25日に、カルタゴノバ FC が設立され、フロレンティーノ・マンサーノが、 初代会長に就任した。1998年にセグンダ・ディビシオン B に昇格した。2003年に FC カルタ・ヘナに改名し、会長の座はルイス・オリベル・アルベサに引き継がれたが、クラブは財政難に直面し、降格寸前に陥った。地元の実業家のフランシスコ・ゴメス・エルナンデスがクラブを救い、セグンダ・ディビシオン B での地位を固めた。 2008から09シーズンは、セグンダ・ディビシオン B グループ2を首位で終え、プレーオフを勝ち抜いて、初のセグンダ・ディビシオン昇格を決めた。2009年夏には、アーセナル FC で活躍したパスカル・シュガンや、スペイン代表経験のあるビクトルなどのベテラン、若手有望株のオスカル・シエルバなど、積極的な補強を施して、シーズンを迎え、シーズンを通してプリメーラ・ディビシオン昇格争いに、 絡んだが、41節のレクレアティーボ・ボエルバ戦に、敗れて、昇格の望みはつえた。2011年夏には躍進の立役者である、フアン・イグナシオ・マルティネスを、レバンテ・ユーに引き抜かれ、大幅に選手を入れ替えて2011から12、シーズンに臨んだが、開幕から4連敗を喫して、パコロペス新監督が解任され、その後任のハビロペス監督も12月に解任された。 2013から14シーズンはコパデルレイでベスト16まで進出したがラウンド16で FC バルセロナに2戦合計1の7で負けて敗退した続く2014から15シーズンのコパデルレイはキャムムルシアに負けて1回戦敗退リーグ戦では16位と順位が沈み降格プレイオフに出場したがアウェーゴールで UD ラスパルマス B に勝利し 残留した。2016から17シーズンにはリーグ戦で4位になり、3年ぶりに昇格プレイオフに出場した。FC カルタヘナはエスタディオカルタゴノバを本拠地として使用している。1988年2月7日に落成し、2000年1月に改装された。14,532人を収容し、グラウンドは10568メートルである。 1999年6月30日、セグンダ・リビシオン昇格プレイオフのコルドバ CF 戦では、史上最高の2万人の観客を集めた。2000年1月26日には、ムルシア州内で初めて、スペイン代表の試合を開催し、ポーランドを招いての親善試合が行われた。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。